スタートしました。ほぼ揃いました。好スタートは13番ミッキーアイルです。そして7番ベルカントが行きました。ベルカントかわしてアクティブミドルが先頭に立ちます。押していったハクサンムーン、2頭が競り合ってハクサンムーン先頭に変わる。離れた3番手がミッキーアイル、ベルカント、5番手につけたリッチタペストリー、その後6番手が桜ゴスペル、ストレートガール、直後にレッドオーバル、続いて800を切りました。中段の位置に3番のリトルゲルが追走、外には15番コパノリチャードです。あとはその後ろ、次のエンデバー、そしてウリウリは中段後ろの外目、3コーナーのカーブ、残り600を切りました。浮世の風、ティーハーフ、フラアンジェリコ最高峰、34秒0というペースで前は行きました。4コーナーのカーブです。ハクサンムーン、アクティブミノル、以前2頭が並んで400を切りました。3番手がミッキーアイル、外から押していったレッドオーバル、内がベルカント、直線コースに入りました。あとは桜ゴスペル、外へ切り替えていく。直線コースの攻防はアクティブミノルが先頭か、200を切りました。外からはミッキーアイルが並びかける。3番手ひしめき合って、桜ゴスペルが追ってきた。内からリッチタペストリー追い込んでくる。ストレートガール、さらにはウリウリ、浮世の風も追い込んでくるが、ストレートガールだ、ストレートガールだ、ゴール。混戦を制したのは2番のストレートガール、G1 タイトル2つ目、ストレートガール、このスプリンターズステークスで手中に収めました。